エンジンスタート。これはね、空ぶかししたくなっちゃうね。ピレリ305-302-10インチ、パーキングブレーキがここについてます。角度は変えられないんだよね。本当だね、これ調整ないのよ。あれ本当だ、やめてほしい。これやだよね。ウィンカーレバーとかないんですね。パッシングもレバーがない。バイクのウィンカーみたいなのがついてます。これで右でキャンセル、左でキャンセル、パッシングで、これがフォルサーモードとかワイパーもこれでクルーズコントロールついてるよ。ザラザラな高い靴には傷がついてしまいそうなレーシングなフットボードって言うんですかね。いや、これもすごいけどさ、これもすごいけど、まあ、上手に作ってるよなって感じなんだけど、で、重たいんだろうなこのブレーキ。もう文字の急須上がっちゃうよぐらい大きいもんな。急須って今言わない。ああ、言わないのか。いや、やっぱりこっちだね。おいちいちかっちょいいぞ。この屋根が閉まった時の言われているものの、多分そういう大切な、
ながっているのかなという気がします。じゃあ普通車260円。はい、こういう車の時はね、領収書です。はい、ありがとうございます。見栄を張って右側ピタッと止めようとしたりとか、そんなことは考えないと。笑ってしまうっていうところがこういうランボの凄さだな。スポーツモード、これだよね。知ってます？空気出る。え？空気が出てくる。ここにね、下から。空気が出てくる？そう。
スのこの通って空気が出てきて、どこを通って、ここ、おうおう、でこうやってビューってやってダウンホースを変えたりするんですよ。マジですか。そうですよ。おう、このほら、ここはここ、ここ、ここから吸って、ヒューッ、おう、ね、へー、そうなのよ。ちょっとね、印象が違うなと思ったんだよ。嘘やー